この僕の左目の前に、はい、本当にここ富士山のふもとなんで富士山見えるんだよね。見えます、ね、今日はちょっと雲がかかったからちょっと一瞬本当に美しい、ね、全開の富士山見えなかったけど、はい、明日の朝綺麗だろうね。いや楽しみです ね、 朝ね、こう思うんだけど、こう思うんだけど、こう言ってしまう。思っていることを思っている通りに言えなくて、こう思うんだけどこうしてしまう。思っていることを思っている通りにできなくて、思うことがいっぱいで。最近このね、思うこと、思うっていうことを結構ねキーワードにして大事に考えてるんですよ。で、なんか詩を書いてるとなんかこう自分が思ってることと話すこと、こう言うこと、今日これ話してるよね、それをすることがさ、なんか日常生活の中で結構ずれたりするわけ、いろいろ、はい、でも詩の中ではだんだん一致してくるんだよね、詩を書いてると、はい、心の整理みたいになる。うん、やっぱ自分の心のなんか内側のね言葉にこう触れていくから、うん、なんかね詩を書いてるとね、その思うこととねすることとね、なんかこう話すことがねちょっと気持ちよく整ってくる感じが僕の中ではある、うん、そう書いてみる詩できますかね、そんな詩だいややりたいと思ったらできるんじゃない、はい、うん、この本すごいんですよ、また紹介してあげてください、近くで。あの柳瀬隆さんってご存知だと思うんですよね。アンパンマンの作者です。その方のタイトルすごいでしょ、この本のタイトル。誰でも詩人になれる。そう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 。この本いいですよ。はい。はい。うん、もう今はなんかまたアンパンマン見たい気持ち。はい、子供と一緒に見てましたけどね。もうすごいいいです。で最近、まあ、本当だ、確かに車の音がすごくリアルですね。だからそんだけ周りが静かだってことだよね。そういうことですね。ね、声を抑え気味の方がいいかもしれないです。もっと小さい声喋ろうか。その方が雰囲気が出ます。もっと小さくね。はい、わかりました。じゃあ今どれぐらいいったんだろう。結構ね、これで半分ぐらいですか。そう、だいたいそんな感じかな。うん、意識、意識を意識すると肉体を感じる。痛いところがアピールしてきたり、お腹がキュルキュルキュルっと鳴いたり、耳がキーンと鳴っていたり、呼吸をすることを忘れてしまったり、旅の準備ができたら目を閉じて内側の世界を旅する。タイムマシーンに乗って。でもなんかやっぱ火をくべると結構焚き火の音がパチパチしてすごいいいですね、うんうん、雰囲気がいいですよね。ね、ゾンビ噛まれた。そこまでは覚えている。体が青くなった。冷たい土の匂いがする。いや、血の匂いだ。プーンプーン、頭の中で音が鳴る。目が見えなくなった。世界が朱色になった。血の匂いを追いかけたくなる。何も考えられなくなりそうだ。僕は死んだんだ。なぜ自分の頭を持って歩いているんだ。
ゾンビでした。ゾンビ好きなんですよ俺、ゾンビ映画。裸足、靴を脱いで森の中を歩く。土の上の葉っぱ、石ころ、微生物、土の温度、ぬめっとするとこ、硬いとこ、チクチクしたり気持ちよかったり、足の裏の感触が頭に届く。その感覚が大地に戻る。慣れてくると足元を見なくても歩けるようになる。足の裏が大地と仲良くなって森が笑う、僕も笑う。ここもね、結構目の前ずっと芝生とか土じゃん、うん、さっきさ、今日一日ずっと裸足でいいようにって約束したんだよね、はい、でも寒くてね、無理ですね。お互いこうちょっと靴履いて靴下履いちゃってるけど、はい、明日ちょっとその辺裸足でこう少ししばらくあれしたいね。アーシング、アーシングって言うからこうで電気みたいなの抜いていく、土に返すみたいな感じ、体の。あー乾燥しましたってか、ね、またなんかいろいろメッセージくれてたかな、いろんな。 YouTube3 人アンコールいただきました。嬉しいです、そんなにいっぱい見てくれてあれしてくれてとっても嬉しいです。本当になんかね、時間の間隔どれぐらいかかるかなって分かんなかったんだけど、44分、はい、うん、まあでもなんか1時間もだらだらやらなかったからいい感じ。そうですね、はい。さあ皆さん、僕の初めてのですね、詩の朗読ライブっていうのを、YouTube でやってみたんですけど、楽しんでいただけましたでしょうか。いや、僕はちょっと楽しかったんで、また続けてやってみようかな、うん、この編集部はそろそろ編集部やめてこう詩の YouTube にしないといけないかなポエチューブですか。ポエチューブ、うん、ポエチューブもありですね、うん、ねえ。さあなんか本当にこう聞いていただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ、ありがとうね。楽しかったです、僕も。